FM ギノワンのラジオを聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日、収録日が9月13日水曜日となっております。はい、はい、放送日、これを聞いている皆さんは9月25日の月曜日となっているんですけども、はい、いつもね、毎週月曜日の夜に収録させてもらってるんですけど、うん、ちょっと月曜日がね、一日中ちょっと外出する用事があって、そう、はい、今週はちょっと水曜日に、移動をさせてもらいまして、はい、収録の方をさせてもらってます。はい、はい、で今日はですね、毎週今は日曜日夜8時から放送しております、うん、もっとデイジチャーコロビーカフェより、はい、はい、ゲストマスクマンさんをお呼びして、収録しております。マスクマン、今日はよろしくお願いいたします。どうもゲスゲス、よろしくお願いします。そんなキャラだったかな、芸人みたいに出てきよったから。今から漫才でもするのかな、漫才するのかな、ね、コントコントなんだ。本当です。はい、はい、はい、今日もよろしくお願いしますね。コントしてるみたいですけれども、はい、よろしくお願いいたします。今日はね、マスクマンは朝からボランティアのお掃除をしてきたということで、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。僕らもね、行けたら行くよって話してたんですけど、金山さんにお願いされてて、うん、ただちょっと夏実さんのね、病院のことがあったんで来れなかったんですけれども、うん、いかがでした。夏実さんの病院は何の病院だったんだ。内科の方ですね。内科です。はい、肉体ですか。肉体です。そうそう、精神ではなくて肉体ですか。肉体です。はい、はい、肉体の方で、体あれですか、なんかデリケートなこと聞こうとしてるな。何センシティブな内容踏み込もうかなと。いや、僕も最近はそういうことがあったからさ、その話をしようかなと思ったんですけど、うん、それしない方がいいのかな。夏美さんがなんかすごい目で見てると、いや、ビクビクしてきたんですけど、ゲスするゲスする。いや、私は糖尿です。糖尿の疑いがある。糖尿の件でちょっと精神科のおじさんから言ってくるように言われた。あ、本当？仲間入りではないですけど、先生とよく話し合ったらいいよということを言われました。じゃあ、30分、短い時間ですけど、よろしくお願いいたします。豆乳を飲めよ。とか言いながら飲むコーナーはうまい。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしておりますので、ツイキャスもポンポン上げてくれると助かります。はい、よろしくお願いいたします。ツイキャス来てますよ。はい、お願いします。はい、メンマさん、拍手とお団子3つ、お、いただいてますか。エルメスさん、はい、うん、お茶とお団子2つ。はい、見に来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、メンヘラ、今日は3人でお送りしております。はい。はい、では早速トークテーマの方に行きたいかと思うんですけれども、はい、先日ですね、うん、前回のトークテーマでおすすめの YouTube チャンネル、募集して、うん、お送りしたんですけれども、はい、ちょうどラジオが終わって夜中にね、うん、いただいた、そのトークテーマについていただいたメールがあったんで、うん、せっかくなので先にそちらから紹介させていただきたいと思います。はい、メンヘラネームアラフィフだよ山さんより、
アラフィフだよ山さん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。いつも陰ながら応援しています。あ、嬉しいね。今回のテーマには、テーマは動画ですか。最近は広島県安芸高田市の市長 VS 市議、あの議員ね、議員や市長 VS 中国新聞恵比寿記者の動画をよく見ています。市長のディベートがなかなか面白いですよ。パチンコ系動画は下手のりこさんの動画をちょいちょい見てます。パチ系動画はギャンブル衝動の軽減に 役立ちますね。あとは40代男性がモテモテになるには系の動画を見て、だいたいしょんぼりしてます。それではお互い体に気をつけて人生を楽しみましょう。ではでは、とのことでした。ありがとうございましたね。しょんぼりいいな。俺この実はさ、あのアラフィフ大山さんがおっしゃってる、うん、広島県の安芸高田市の市長とさ、うん、議員さんで、うん、この恵比寿記者、中国新聞のね、うんうん、この動画俺も見てんのよ実は。え、たまたま。そうそう、たまたま俺も見てて、すげえ、うん、たまたま、またまた面白いのよ。面白いんだ。そうそう、面白い。結構若い市長さんがやられてるんですけれども、うんうん、ちゃんと理屈が通った、筋が通ったことを話してるのに、うん、なんか市長憎しなのか、うん、すごくなんていうの、市長を追い込もうとする勢力がいてね、うん、議員さんの中に、うん、その安芸高田氏がね、うん、でいろいろ言うんだけど、市長が全部理論立てて説明して、うん、言うたら論破していくんですよ、うん、あ、それってあなたの感想ですよねって。そういうなんかなんていうのかな、断ち切る感じじゃなくて、ちゃんとこういうこうこうこうだから、うん、この事業はやろうとしてるんですよみたいな、うんうん、説明がしっかりしてるんだ。そうそうそう、こうこうこういう理由でできないんですよとか、うん、ちゃんとあの理論立てて、うん、あの市のね行政についてちゃんと説明していくんだけど、うん、イチャモンをつけるのよ議員さんが、うん、そうそう、でその議員さんとつながってるのか、その中国新聞の恵比寿さん、恵比寿記者さんがいるんだけど、うん、その人がねまた同じようになんかイチャモンつけてくるから、メディアのメディアのあり方がおかしいですよっていうのもちゃんと言うのよね、うん、その報道はおかしいですっていうの、うん、だそれがなんか最近話題になっていって、うん、安芸高田氏はあの議会の様子をね、うん、YouTube に、まあ、市としてうん、まあ、市議会としてアップしてるんだけど、それを切り取る勢力が出てきた。切り取る勢力、そうそう、切り取り動画としてこういうやり方をやってるけど、はいはい、皆さんどっちが正しく見えますみたいな、うん、議員さんですか市長ですかっていうの、うん、感じでアップしてる様子が、うん、もう様々な人が切り取り動画をアップしてるんで、生ライブみたいな、なんか、そうそう、ライブで放送されたものを過去の放送とかさ、あ、悪意のある切り取りじゃなかったらいいけどね。いいけどね。うんうん。いろいろあるね。熱いんだね。そうそうそう。だ最近そういう動画が増えて、うん、もう何万再生とかされてるもんだから、つい最近上がってた、安芸高田氏の動画でね、うん、議員さんが、うん、もうなんていうの、批判ばっかり来てちょっと身の危険を感じるから、うん、あの議会で質問しませんとかって言い出してて。それについてもなんか広島のメディアはね、なんか、いや、なんかこれ議会おかしいんじゃないみたいにまたなってきてて、ちょっと今議員さんと一悶着がある感じで、すごい興味深い。ディベートがね、それこそ上手で面白いんです。もしよかったら。僕も最近見たそのドラマチックなワンシーンっていうのがありまして、その YouTube で某宗教団体のお父様が亡くなられて、うん、で息子さんが選挙に出るとやってて、あ、選挙に、でその選挙中に某宗教団体の幹部の皆様が抗議に来て、うん、で妨害するんだ、妨害して触らないでくださいよって言って、うん、でこの某宗教団体の息子さんの高齢術ができて、うん、お父様をお呼びになって、うん、そこまで、うん、でその宗教団体の幹部たちがやばいってなって、うん、大音量で音楽を流して聞くな聞くなみたいな
その中で、お前たちは間違ってるし、この中で解散した方がいいと言ってて、もうなんか熱いな、これなって、ドラマチックだなって、すげえいい。熱いのかな、なんかすごい映像見てるなって言ったんだけど、でもね。不思議だな、それはそれで。へ、ね、はい、ではでは、今回のトークテーマに入っていきたいと思います。はい、今回のトークテーマが、できるだけ見ないようにしているもの。はい、何かとね、心をちょっと病みやすいメンヘラさんはね、自分の心を守るために、はい、可能な限りね、うん、目にしないようにしている物事がもしかしたらあるかなと思って、例えば俺だったらね、友人の SNS とかはやっぱりなんかそういう刺さるわ、社会に出てていろいろちゃんと家庭も持って頑張ってるっていう人を見てると、友人のね、学生時代の友人を見てると、あいつこんなに立派にやってるのにみたいな、なんかちょっとバンドエイド貼ったような気持ちになってた、あいつはこんなに立派なのにもう俺何やってんのみたいな感じで鬱な気持ちが押し寄せてくることがもう多々あったのね。同級生のとかだったら余計そうだね、比べちゃったりしちゃうね、そういうのがまああるから、他にみんなはね、どういった見ないようにしてるものってあるのかなと思って、はい、でメッセージいただいておりますので、はいはい、まずメールのメールいただいたメールから読もうかな、はい、メンヘラネーム沖縄大好きさんより、あ、沖縄大好きさんありがとうございます、はい、大好き沖縄ケンタさん、夏美さん、こんばんは、こんばんは、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、あなたができるだけ見ないようにしているもの、グロすぎる系のものとか、グロすぎるやつね、あとはなんかネットの書き込み、はい、過去に誹謗中傷されてた僕はエゴサすることがありました、僕のことが書かれてたなんてこともたまにあったり、今は見ないようにしてて自然と見なくなりました、逆に見るようになっているもの、現実のヨハネ、現実のヨハネ、はい、ラブライブサンシャインの打天使ヨハネこと、対馬よしこちゃんを主体とした物語アニメですね、アニメ、ラブライブサンシャインとは違う世界線で描かれたファンタジー要素の作品、収録時点ではもうすぐ最終回を迎えます、ケンタさんも夏美さんも一緒に打天使よなんちゃって、対馬よしこちゃんのコール&レスポンスコーレスから行ってみましたとのことです。現実のヨハネね、知ってるんだけどね、知ってるんだ、なんかやっぱラブライブシリーズ順に見ていきたいからまだ見てないの、あ、そう、ね、でもなんかちなみに読んだことないけどヨハネ黙示録っていうのがあって、ヨハネ黙示録は聖書の中でもかなりヤバい本の部位で、その世界が滅びることについて言ってる本なんだけど、それのことを打点しようとか、なんかそういうそこら辺の意味付けもあるんだろうねあるのかな、もしかしたら打点し、はいはいはい、あ、ツイキャス来てます、はい、ツイキャス、リムボンさん拍手とお団子3つ、はい、クーマさん、お茶とお団子2つ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では続きまして、はい、はい、メンヘラネーム、こちらにも投稿してくださいましたアラフィフだよ山さんより、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、お疲れ様です、お疲れ様です。私の見ないようにしているものですが、強いて言えばコンビニスイーツですかね、あれは魅力満載なので欲望に負けそうです、皆さんはコンビニスイーツいかがですかって。コンビニスイーツは本当にねあれね、お、またね、なんか美味しそうなんだよね、美味しそうだよね、糖質仲間としてよく共感しますね、ええ、そうよね、ええ、見ないようについついなんか結構見ちゃうな、上等なのがあってね、最近だと夏美さんがあのプリンが乗ったプリンみたいなね、あ、もうすごいものを食べちゃったんですよ、がそうそうそう、ファミリーマートに出てて、プリンっていうのをじっと眺めてみたらイラン人のファミマの店員に、これ食べま入れますかって言われて、いや、いいですって言ってそう、やっぱり買うと思われた、欲望に負けそうになるからね、ちょっと、僕もおじさんになってるので糖質は気をつけていかないとな、あー、そんなスリムな体いやいやいや、下の手も5万回ぐらいするよじゃあ続きまして、はい、メンヘラネーム夢をつかぽんさんより、あ、つかぽんさんありがとうございます、はい、ありがとうございます、あまり見ないようにしていることは美女の瞳です。何よジロジロみたい変態って思われたくないというのが表向きの理由、表向きの理由、本当の理由は、うん、俺と10秒間目が合った女性はそれだけで妊娠しちゃうからなんだよね、なんちゃってとのことです、
なんちゃってが過ぎるんじゃないかな。シシカンシェルだね。だからね、ひどいね。もうスカポンさん。そういうとこやぞって。そういうとこやぞ。でも彼は紳士なんだよ。うん、そうですね。紳士だな。紳士服の。春山？青山？わかんない。勤めてないぞ。そうだね。どっちかというとフォーエルとお友達だね。言うたるな。そういうとこやぞ。僕もそうだけどね。僕もフォーエルとお友達だけどね。一緒に仲良く手をつないがないけど、一緒に仲良く行ったよ。一緒に仲良くね。いいのがあるなって言って。小1時間ぐらい夢のような時間を過ごしました。サイズがね。ちなみにマスクマンは見ないようにしているもの、できるだけ。通帳の残高。通帳の残高。っていうのは見ないっていうか見てないけど、カードでやってるんで。ああ、残高紹介かなんかで。うんうん、見てないんですけど、うん、見ないようにしてるもの。うん、そうね、見たくないんだけど見てしまうものある、ね。ああ、ちなみに何ですか。なんかニキビとかを潰す動画とかあるじゃないですか。なんか共通するものあるんじゃない。出来物をこうほじくり出して撮るやつ。うんうん、でなんかもりもりあれをなんか見てしまうのよ。はい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 、でTikTokで山のようにこの開けば開くたびに出てきて、うんうんうん、めっちゃこれ見てんだなって、こうすごく TikTok の機能ありがたいけどありがたくないなみたいなおすすめみたいな関連動画みたいな感じで出てくるわけです、ね、で、ワンちゃんとかのやつでこうやったら、はい、すごいすごいもう大きいのがいっぱいブワーって出てきて、うわーみたいな、おじおどワンちゃんをこうやったら、ワンちゃんの皮膚をこうなんか穴がいっぱい開いてて、その穴からこうゾゾゾってでっかいのが出てくるのね、ブワーって出てきて、うわー、あー怖い怖いみたいな見ちゃうんだ。で、ちょっと人のやつで、うん、押したらブブブブブブっていうのが1分間ぐらいずっと続くっていうのが、みたいな、すごいよね、黄泉の国に誘われているみたいな、怖いな、それは俺は見たくないな、ね、なんかちょっとね、色味的にもね、なんかね、こうあれはなんかとても嫌なんだけどね、うん、ついみちゃうものですね。そうですね。これもじゃあ厳重注意というか、なんか閲覧注意みたいなところあるんだろうな。とにかく食事中に見てしまってね、見なきゃよかったと思う。アホじゃないですか、ただの。そうだね、そうだね、アホだね。とりあえず TikTok を見ながらご飯を食べてたら見てしまって、あーみたいな、ね、もうすぐクリックスライプっていうのを外して、外したらまた面白いこと出てきて、あーみたいな。関連動画で。関連動画で。面白いやつが。永遠に続くぞ。うん、無限ループみたいな、ね。最悪だね。はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います、はい、はい、本日紹介いたしますのは、うん、中島美嘉さんで僕が死のうと思ったのは。はい、お聴きください。はい、はい、中島美嘉ってそんな曲作ってるんだね。いや、これね、雨ざらしが楽曲提供したやつ、うん、雨ざらしカバー、いや、カバーっていうかね、僕が C の音とかいうやつ、もともとオファーを受ける前から、うん、この僕が死のうと思ったのはっていう曲はあったらしいんですよ。雨ざらしの有名な曲だね。持ってて、あ、いや、出してなかったそうなんです。いや、あ、穴を掘ってとかも、なんか雨ざらし、あ、薄向きが結構多いよね。そうそうそう。だからこの僕が死のうと思ったのはずっと温めてた曲で、うん、いつ出すかっていうぐらいのところだったんだけど、オファーあってから、うん、あ、これは中島美嘉さんに歌ってもらった方が合うんじゃないかっていうので。あ、そうなんだ。宇多田ヒカルとか鬼塚シーソンじゃなくて書き下ろした、あ、オファーがあったから、中島美嘉さんの方が側から、で、よかったらこれ歌って、書き下ろしじゃないんですけどこれ歌ってもらえませんかってデモテープ送って聞いてもらって、うん、中島美嘉さんが感動して、うんうん、じゃあこれ歌いますってなったらしい、うんうんうん、じゃあ中島美嘉も騎士燃料があるんだな。どうなんだろうね。それはどうか分からないけど、プロデューサーが押すからやっちゃおうかみたいな感じではなくて、これはいいと思ってやったんでしょ。まあね、曲の予算、うん、うん、共感する部分が多々あったんじゃないの。うん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 、そうかもしれないし、うんうん、シンプルにいい曲だって思っただけかもしれないしね、うん、メッセージ性がやっぱり強いですからね。タイトルが僕が死のうと思ったのはって、なんかでも ネガティブなやっぱ印象あるんですけど、タイトルでも歌詞でも使われるから。でも最終的にはなんか、うん、なんていうのかな、愛する人と生きていきたいっていうなんか、うん、結構前向きな、ね、
流れになってるから、僕が死んだら、あの墓の墓石はアイスの棒に刺してやるって言われて、それが嫌だ、毎日生きるみたいな。あ、そのそういう外場させましょうか、じゃあ中さんがお亡くなりになった時当たりって書いとくよアイスの棒当たり、当たれって書いとく、当たれって書いとく、亡くなってるのに当たれって書いとく、何を当たるんだ、一発当てるのか、俺は。なんか来てるの？来てません。お茶とお団子がいっぱい来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。あたたとかね。当たり前。当たり前？うん、何でもない。あたたたたがいいかな。どっちもいいや。あたたたがいいの。あたたた食べますかとかね。あたたた食べますか。ね、流れてるね、夏美さんはあの何ですか、見ないようにしてるもの、見ないようにしてるものっていうの、エンディングで聞こうかな。あ、オッケー、せっかくだから。オッケー、あ、もうやがて終わるから、はい、うん、そのままエンディングに入っていく感じにしますね。はい、掃除ゴミ拾いの時の陰キャ陽キャの話はしない方がいいですか？あのエンディングで時間あったら、はい、ちょっと話 し,、はい、しましょうか。これはね、映ってんだよね。ん？いや、これは映ってる。うん、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、はい、さっき紹介した楽曲ね、はい、僕が死のうと思ったのはですけど、うん、38枚目の 中島美嘉さんのシングルとして、うん、はい、10年前の2013年に発売された曲です、うん、はい、作詞作曲をロックバンド雨ざらしのボーカル、うん、ギターを担当している、うん、秋田ひろむさんが手掛けておりまして、秋田ひろむさんって言うんだ、はい、タイトルもそうなんですけど、うん、歌詞中でもね、僕が死のうと思ったのはというフレーズが連呼されるから、うん、ちょっとネガティブなねイメージを抱きやすいんですけど、うんうんうん、なんかこの曲最後まで聞いたらね、なんかこの曲が伝えたいのは、タイトルから連想されるようなネガティブなメッセージではなく、うん、何気ない日常から見え隠れするやるせなさや悲しみであったり、うん、でそれでもこの世界に、期待するのは愛する人と生きていきたいからという救いのメッセージが込められているとのことです。私この曲好き、うん、あの途中までしか流せなかったんですけど、うん、はい、ぜひあの最後まで、聞く機会が あ,、うん、ありましたら、うん、YouTube でももしかしたらあるかもしれないんで、うん、はい、確認していただければと思います、はいはい、では今日の、トークテーマ、ね、あの、うん、できるだけ見ないようにしているもの、夏美さんのもちょっと聞いておこうかな。うん、たまった洗濯物と、たまった食器と、たまったたまらないもの。たまったたまらないもの。たまったじゃない。見てたまらなくなるものを見ないようにして、健太さんにやってもらってます。そうね。比較的あの洗濯物は。僕からね、あの、はい、そろそろ畳もうぜって言わんと畳まないし、ね、ええー、旦那そうそうそう、洗い物とかもね、洗い物はでも結構進んでやってくれる時ある、ね、洗い物は進んでちょっとやるけどね、うん、洗濯物はね、なんか結構ためがつよね、なっちゃんは、ね、うん、そうだね、うんうんうん、そうだね、すいません、うん、あきさんからお茶とお団子が届きました、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。だから、まあ何、ああいうのなんで貯めるの？うん、洗濯物とか、うーん、なんか溜まってっちゃうの。まあ洗って出てきたらね。うん、うん、中さんは洗濯物畳んだりします？え、洗濯物出てきたら、バタフライナイフを畳んで畳む違い畳む違い、これを出させれば相当ないです。あ、マスクマンがさっき言ってた 見ないようにしてもでも見ちゃうものっていうのありますよ。あの、ピットブルが、うん、あの子犬を噛んで
ピットブルってあのピットブルってなんか闘犬みたいな犬が散歩中の子犬を噛んで、うん、うわわって離さないでブンブン振り回して、うん、それの飼い主がめっちゃ慌ててギャー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 って言ってる動画を見ちゃいます。捕食じゃないですか捕食映像じゃないですか。そうそう、どういうつもりで見てんの。やばいなそれ見て何を言ってるの。それ見て眠ります。夜あなんかフロイトとか中風な解釈ができそうなんですよね。罪の闇が露呈されてしまった。危ない感じしますね、うん、で今日ねマスクマン、はい、マスクマンあの朝掃除行ったらしいですけど、そこで何かを目撃したということ。ああそうですね、うん、あの中3の女の子と男の子、うん、男の子が2人ぐらいで女の子が十何人ぐらいだったんですけど、うん、これ言っていいかどうかな悩むところなんですけど、あじゃあ陰キャと陽キャの区別がはっきりしてて。あそうなんですね、じゃあそのこの辺であのメンヘラ嬢終了です。お薬飲んで、お薬飲んで寝ろ、うん、なんかね陰キャと陽キャの差がねリクレートしててね、はいはいはい、なんかああこういうところから始まるんだなみたいな久しぶりにね、陰キャと陽キャのあれが、うん、ちょっと時間配分が下手だったんで喋れなかったです。すいません。いやごめんね。こっちが悪かったです。あのそう申し訳ない。お茶と私が悪い。お茶とお団子をいただきましたんでありがとうございました。ツイキャス。じゃあでもどうもありがとうございました。急なお言葉を言って。いいえ。